本日は久々にテムで大量にお買い物したよ。こんにちは、ももかです。はい、ということで、まあね、本日私ももか声がね枯れております。はい、まあね、これでも結構良くなってきた方なんですけども、若干ね、聞き取りにくいところとかあったりしたら、まあすいません感じです。まあ頑張って喋ります。まあもしかしたら勘の鋭い方とかは、まあこれぐらいの時期に撮ってんのかなとかわかるかもしれないですね。ということで、本日は久々に大好評企画、話題の格安通販サイトテムさんでお買い物してきたので紹介していきたいと思います。ということで、ぜひ最後まで見てください。それでは行ってみよう。ということで、早速紹介していきたいと思うんですけど、その前に、まずテムさんね、まあもう皆さんね、ご存知だと思うんですけど、テムはグローバルなオンラインマーケットプレイスです。Google ストア及び App Store にアプリがあるということは、プライバシー、セキュリティ、コンテンツの面で安全性が保たれているという証でございます。またアメリカではね、最も人気のアプリの一つで、ダウンロード数なんと1位のショッピングアプリだそうです。で、個人的にテムいいのが、ファッション系以外にも日用品とか雑貨とかアウトドアグッズまでもめちゃくちゃ何でも揃うんですね。ということで、本日は久保竹全員でお買い物を楽しみましたので、ももかセレクト、ママセレクト、パパセレクトの順番でね、ちょっと各自選んできたものを紹介していきたいと思います。そして今回ね、テムさんとコラボということで、概要欄の方にですね、めちゃくちゃお得なキャンペーンコードをですね、発行していただいたので、ぜひね、そちらを使ってお得にお買い物しちゃってください。しかも今回はなんとですよ、ももかチャンネルを見た方特別な限定の爆安価格の商品もね、用意していただきましたので、ぜひそちらもお見逃しなくチェックしてください。では早速、まずももかセレクトから。もう今回ね、めちゃくちゃたくさんゲットしたので、もうバンバン行きたいと思います。まずはこちら、リボン付きヘアクリップでございます。これ可愛くない？これ私はシルバーを選んだんですけども、こんな感じでリボンがね、ついてます。はい、ここにクリップになってる感じですね。まあちょっとこれね、1個リボンの形がもう決まってこっちなので、こうじゃなくて右側にしかつけれないやつですね。はいはい、つけるとこんな感じ。あ、めっちゃ可愛い。ちょっとこれからこのストレートにした時に、この髪の毛ストレートだけだとなんか物足りない気がするので、こういうヘアクリップをちょっとワンポイントにしたいなと思って選びました。次、続きましてこちら、カピバラの巾着ポーチでーす。これめっちゃ可愛くない？これ、すごいサイズ感もちょうどいいし、この巾着って結構私的にそのかさばらなくて、なんか小物入れる時にもすごい好きなんですけど、このカピバラに一目惚れして選んじゃいました。すごい可愛い。耳もついてますよ。なんかもうこんな感じですね。なんかね、テムさんでこういろいろ見てるうちに、なんかカピバラの商品めっちゃ多くて、カピバラすごい可愛いなと思って、ちょっと今回カピバラ多めです。はい、次、続きましてこちら、じゃーん可愛くない？これ。はい、こちらも先ほどの引き続きカピバラのスマホケースです。可愛くない？このモコモコ、まあ、これから寒くなってくるので、こういうモコモコでちょっと暖かさを出して、でなんならちょっとヘアピンまでつけちゃって、ちょっと洒落てる感じですね。はい、はめてみたらこんな感じです。可愛い、こういう感じですね。あ、めっちゃいいじゃん、可愛い。続きましてこちら、じゃーん可愛い、カピバラのキーホルダーです。これイチゴかぶってんのやばくない？これてかめっちゃしっかりしてる。これこれかわいい。これはね、スクバにつけたくてゲットしました。めっちゃかわいい。なんかちょっとデブっちょでかわいいですね。鈴もついてました。スクバつけるとき鈴だけは外そうかな、さすがに。はい、カピバラちゃんです。次、続きましてこちら、はい、こちら靴下4足組でーす。靴下はね、何足あってもいいと言いますか、この4足のこのカラーも絶妙に全部使いやすいカラーで、で、ちょっと後ろにこのワンポイント文字、まあ、ロゴが入ってるのもすごい可愛くって、なんなら上もヒラヒラしてて、これ4足めっちゃいいなと思ってゲットしました。これめっちゃ良くない？これ。これならね、ちょっとね、カジュアルな感じの格好でも、可愛めの格好でも全部合いますね。こちら私が選んだ時は439円だったので、だいぶね、コスパ良きだと思います。小物は以上で、続きましてはちょっとボトムスたちですね。はい、じゃーん。こちらラッフルティアードミニスカートです。こんな感じで結構白でフリフリした感じのスカートなんですけど、後ろをこうやってね、リボンにできて、キュッとウエストを縮めれる感じですね。サイズは M サイズです。ちょっと着てみます。せーの。はい、ということで、履いてみたらこんな感じ。すごい可愛いよ。丈もめちゃくちゃ程よく、短すぎず長すぎずって感じで。ふわふわで可愛いですね。まあ、ちょっとカジュアルめな格好に混ぜて甘辛ミックスみたいな感じにしたくて選びました。次、
続きましてはこちら。こちらデニムのミニスカートでーす。こちらサイズ M サイズです。これめっちゃさ、このカラーも可愛いんだけど見て、後ろにワンポイントついてんのも可愛いですね、これ。デニムジーンズって書いてあります。せーの。はい、ということで、履いてみたらこんな感じ。めちゃくちゃ可愛いんですけど、見て。ここがさ、ふわっとしてるから、すごいね、スタイルもよく見えるよ。こんな感じです。で、ありがたいことに中にね、インパンがついてるので、めちゃくちゃ安全面でもいいですね。続きまして、じゃーん。フェイクパー付きカラージャケット。こちら M サイズです。可愛くない?これ。めちゃくちゃいいんだけど。こんな感じで中はモコモコです。これ絶対あったかいね、これ冬。あ、超いいじゃん。あ、めっちゃいいじゃん。じゃーん、こんな感じ。あ、可愛い。いいね。サイズも M でめちゃくちゃちょうどいいですね。やっぱフェイクレザーでいいのは軽いし風も通さないのでめちゃくちゃいいですね。しかも洗濯できるのが何よりいいですよね。で、ここになんかね、1、2とボタンがこことここにだけあります。はい。次。続きましては、じゃーん!かわいい!はい、こちら、クマの冬用パジャマセットです。サイズは M サイズです。まあ、これね、クマと一応書いてあるんですけど、私的にはこれカピバラだと思ったというか、カピバラに見えるので、まあ、カピバラということでいいでしょう。で、これめっちゃ可愛いのが、ここなんとポケットになってるの。まあ、ほんとね、幅超狭いから、マジでこれスマホも入んないぐらいかな。スマホはギリ入んない。でもケースとか入れてたら入んないかな。ってくらいちっちゃいポケットがあります。めっちゃ可愛い。はい。行ってみます。せーの。はい。ということで、見て可愛い超可愛い。これね、着心地ピカイチでいいわ、これ。もうね、超モフモフなの。もう、もちもちなの。もちふわ。これ最高に気持ちいいです、これ。こんな感じで。しかもめっちゃあったかい。これはね、これからの時期超大活躍してくれる。続きましては、カバンですね。カバン。こちら。ソフトスウェードのショルダーバッグ。これ可愛くない?もうこれ超可愛いと思って一目惚れしたやつ。このさ、ブラウンとピンクって組み合わせ大好き。ショルダー用の紐も入ってますね。で、こうやってこの肩掛けとしても使えると。で、中も、ここに結構入りそう。マチがあってすごいいっぱい入りそうだし、あとここにもチャックがあります。で、横にもね、ポケットが2個あるので、大容量ですね。こういう感じだ。あ、可愛すぎる。これやばい。可愛すぎるわ、これ。めっちゃ大容量だし、これから超活躍してくれる。続きまして、じゃーん。こちら、ニーハイブーツでございまーす。めっちゃ可愛くない?これ。私は普段スニーカー 23.5 とかなんですけど、これも 23.5 で選びました。履いてみます。ということで、今履いてみたんですけど、見てください。結構ソールもしっかりしてて、ちょっとま、若干漏れますね。まあこれはほぼ漏れないですね。なんかこれこの格好だとマジで田んぼの耕してる人みたいなちょっとあれなんですけど、まあ履いてみたらこんな感じです。丈感とかを見てください。まあそこまで長くはないかな。ちょうど今ほんと2杯より下、2下杯ですね。かわいい。そして今回のこちらの激カワな2杯ブーツなんですけど、なんとももかチャンネル限定オフ商品ということで、こちら概要欄にあるクーポンコードでこちらを注文していただきますと、なんとこちらの2杯ブーツ360円で買うことができます。え?どういうこと?まあ、ちょっとありえない金額なんですけども、これはももかチャンネルのクーポンコード入れて、買う価値は大ありだと思います。まあ、何を買うにしろ、もうとりあえずこれは今回入れておいて、損はないと思います。ぜひこちらのクーポンコードを使ってお得にゲットしてみてください。続きまして、ももかセレクトラストは、こちら。バーン!こちらなんと、バーン!ベッドサイドテーブルでーす!はい、ちょっとね、めちゃくちゃでかい買い物しちゃったんですけども、ちょっとこちら組み立ててみますね。せーの。はい、ということで、こちら、じゃーん!サイドテーブルでーす。めっちゃ可愛くない?何がすごいって、これが送料無料で来るんですよ。やばくないですか?しかもね、めちゃくちゃこれ可愛いし、クオリティも高いので、もう早速ベッドの横にこれ置いて使いたいと思います。ということで、ももかセレクトは以上です。続きまして、ママセレクト。まずはこちら、じゃーん。はい、こちら、ブランケットですね。これは布団のちょっと一番上に、ふわっとかけるようでゲットしたらしいです。まっすぐこう、ちょっと、もこもこしてる感じのデザインで、かわいいですね。ラビットファー的な感じです。次。
ということで今回ママセレクトは2点でございます。ということで続きましてママセレクトラストはこちら、じゃーん、可愛くないこれ。こちら犬用のソファーでございます。可愛い。犬はまあこれ一人分なんですけども、なんかちっちゃい枕がついてますね。じゃあこれちょっと犬動画使ってもらいましょう。むちゃベッド、むちゃベッド、むちゃベッドよ、ソファー、ソファーの上にソファー、オンザソファー、はいどうぞ、はいどうぞ。あーかわいいこんなにぴったり、かわいい。これでも一人用、一人用だねやっぱりね。まるちゃんがほらちょっと犬ちゃん、まるちゃんだな、まるちゃんだな、まるちゃんどうぞ、まるちゃんどうぞ、まるちゃんどうぞ、まるちゃん、あー完全に気に入ってます。ということでママセレクトは以上です。そしてラストはパパセレクト。で、今回パパセレクトなんですけど、パパは結構ね、ガジェット好きなので、そんな方でもね、お買い物を楽しめるのがテムのいいところということで、ぜひ参考にしてみてください。まずはこちら。磁石でくっつくスマホマウントでーす。こちらは、ここがね、磁石になってるので、こう、磁石くっつくところにピタってくっつけて、こっちはやっぱあれですね、マグセーフ対応のスマホとかをくっつけるやつです。でも、マグセーフ対応してない方のためにも、このケースに入れられる、仕込めるこのマグセーフ部分的なのも、親切なことに2個ついてくるので、これで誰でもつけれるって感じですね。で、ここで首も結構自由自在に動かすことができるので、これめっちゃいいですね。で、さっき一瞬つけてみたんだけど、聞くほど強力。おーってくらい、ほんとこんぐらい。これはまあパパセレクトなんですけど、まあ、私も多分使うことになりますね。次、続きましてはですね、まあ、今のにちょっと近いんですけど、こちらマグセーフ対応のスマホホルダーです。こちらはここの部分がねテープになってるので、これを壁につけてあげたらどこにでもスマホ貼れるよっていうやつですね。でさっきと同じで、マグセーフ対応してないスマホにはこれを仕込んであげようっていうやつで、2色です。で、結構我が家いろんなところにこれをつけてあるんですよ。例えばうちのベッドの横とかにつけてあって、寝るときにこう YouTube とか見れるみたいなね、はい。結構これ便利ですね。キッチンの壁にも貼ってあって、レシピとか見ながらいけるよみたいなやつですね。これめっちゃ便利で、テムで買えるとは思わなかったって言ってました。次。続きましてはこちら。はい。これはさっき入ってたのと一緒で、マグセーフ対応してないスマホに仕込むやつ。お父さん曰く、セットで入ってるとは思わなかったということで一応買っといたやつですね。こちらは3枚入りですね。これをケースに貼ればマグセーフ対応で使えるようになります。次。続きましてこちら。こちらはちょっと最近噂になってるやつらしくてですね、ケーブルなんですけど、これ磁石になってるので、まあ、ケーブルしまうときに絡まる必要がなく、パチン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 とこう綺麗にね、収納できるやつですね。これね、磁石だからすごいね、こう綺麗にこうってやんなくてもこれでしまえるという、めちゃくちゃ便利ですね。次、続いてはこちら、キーチェーンの USB Type-C ケーブルです。出してみたらこんな感じで可愛い感じのキーホルダーになってますね。で、ここに USB C2C のケーブル。めっちゃ短いんですけど、これが刺さって収納できる感じですね。これをどっかに引っ掛けておけば、うわ、Type-C のケーブル忘れたって時でも、まあ嬉しいですよねっていうやつです。続きましてはこちら。こちらも先ほどと同じやつの、ちょっとね、デザインが違うバージョンですね。出してみたらこんな感じです。ここをキュッと押したら、外れますね。まあ、さっきよりちょっと、まあ、同じぐらいか、長さは。こんな感じ。で、結構やっぱ普通にネットで買うと、すごいいい値段するんですけど、テムだとめっちゃコスパよくゲットできたからって言って喜んでましたね。はい。続きましてはこちら。こちらは車のサンバイザーあるじゃないですか。カチャって鏡とかついてるところね。そこに、これベリベリ、このマジックテープで固定してあげて、こういう風にサングラスとか、まあ、メガネとかを、こう、磁石で止めれるっていう商品ですね。これめっちゃいいですね。しかもこれ2個いけるので、こんな感じで。めっちゃ良さげ。はい、次。ということで、パパセレクトラストはこちら。はい、こちらじゃーん。はい、こちら、スマイリングシャークの LED ライトでーす。こんな感じで結構いかつめのライトですね。めちゃくちゃコンパクトなんですけど、これね、めっちゃ光強いんですって。伝わらないか。こういう感じ。こういう感じです。すごいね。結構明るくてこれって相当光強いですね。しかもこれ3段階。はい。3段階になってます。
こちら嬉しいのが USB Type-C で充電できるということが嬉しいそうですね。こちら犬の散歩とかで使うそうです。以上、チャンネル登録してね。はい、ということで今回は久しぶりのテムさんでのお買い物ということで我が家の購入品紹介してみました。いかがだったでしょうか。私的にやっぱりめちゃくちゃお気に入りだったのはこちらのニーハイブーツ、めちゃくちゃ良かったなって思いました。そしてね、なんとこちらのニーハイブーツ今回チャンネル限定ということで360円でお買い物できますので、ぜひね概要欄のリンクからクーポンコードチェックしてお買い物してみてください。そしてなんとテムさんですね、こんなに大きいコーヒーテーブルから小さい小物までね、送料無料プラス90日以内なら返品も無料ということで、ぜひね皆さんもお買い物楽しんでみてください。はい、そして最後にね、今回のクーポンコードなんですけども、こちらクーポンのコードの有効期限は24時間以内ということで、ぜひ早めにお忘れなくお買い物楽しんでください。ちなみに参考までに私ももかは注文してから3日で届きました。早っ。ということでぜひ皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。それでは皆さん、バイバーイ。みんなテムでお買い物しちゃおうね。